じゃん。あ、ちょっと部屋が散らかってきちゃった。掃除したいですね。今日やっぱ暖かかったよね。暖かいなと思いながら生きてました今日は。今日は珍しくストレートなので天気良かったよね。でも今日は結構さあ皆さん生誕祭どうでしたか？当たってると思う。まず外れることそうそうない気がする。でしょうね。外れることないよ私の生誕で。ない。やったね。嬉しい。早いね結果出る。1日で出るんだ。ありがとう、来てくれて。一般の人はさて、うん、そういうことか。と、家計簿を入れます。最近は家計簿をちゃんと入れようと思って。当たるよ。当たんないことないって。ないないない。ないないない。大丈夫大丈夫。音でかいかな。今日お昼にウーバーして友達とめっちゃ食べて、夜どうしようかなってなってるんだけど、やっぱそれ食べたのがもう1時くらいだからお腹空いちゃった。空いちゃった。ちょっとちょっと生誕あるから痩せたいなっていう気力があるので、ちょっと痩せたいよね。ちょっとね。何食べようかな。本当に食べるもの決まってなくて。
私もなんかもう外には出たくなかったから家で過ごそうかなと思って、スーパーとかは行ってないんだけど、サンリオのスプーンを開封します。そのシェアしたんだけど、油そばとキムチチャーハンと餃子だったの。だいぶ高カロリーなものをシェアしまくったので、そう、あ、でもちゃんとシェアしたし、チャーハンはちょっと残っちゃったんだけど、で油そばマジで久しぶりに食べたんだけど美味しすぎて感動した。感動まで美味しすぎた。そうなんです、胃もたれしちゃいそうなメニューを食べてしまったのです。お酢は入れたかな。入れたし、ニンニクめっちゃ入れちゃった。でもいろいろ別に携帯ずっと夜触ってて、4時前くらいで起きたの、11時半くらい、7時間くらい。寝て食べるのは早い方がいいんだろうけど、ニンニク大量摂取しちゃった。いや本当に肉は正義、本当に。いや私本当に友達とも今日ニンニク入れながらさ、あの油そば食べてて語ったんだけど、なんかもうニンニク嫌いって人とは本当に結婚できないと思うって言い始めて、いや、うん、うちもそう思うって言って、絶対無理って言って、そう、絶対無理だよね。無理までなっちゃう。今だってでもニンニクは結構大事じゃない？まあお腹ピーピーなんか欲しかったんだけど。
昨日もの夜ご飯もサムギョプサル食べちゃって、でもそこの店はニンニクなかったんだけど。サムギョプサルにハマりすぎてやばい。でも太るよね豚肉って。太んのかな、どうなんだろう。なんかすいた気もする。何食べよう。でもなんかスープ飲みたいなと思ってたんだよね。だからしめじがあるから、しめじと卵でスープ作ろうかなって。ガーリックライスは今日食べるものってこと？キムチチャーハン食べちゃった。昨日もキムチチャーハン食べて、今日もキムチチャーハン食べた。その美味しい、その韓国料理屋さんがあって、サムギョプサルめっちゃ美味しい、そこのキムチチャーハンがめっちゃ美味しくて、そう、ちょっと待ってスープ調べる。どうやって作るっけ。あ、もう全然お茶漬けとかでもいいな。でも野菜もめっちゃあるんだよね。逆に自分でキムチチャーハン作ってみるみたいな。野菜はでもピーマンもある、玉ねぎある、じゃがいもある、うん、さつまいももある。あ、ポトフめっちゃ好き。ポトフお腹膨れるかな。いやでも普通にお腹空いてると思うんだよな。いやポトフにしようかな。ベーコンあるし、一旦キッチン行くわ。キッチン行って、さつまいもをね、そうどうやって使おうか悩んでるし、あとなんだっけ、浄水器買いました。これをなにしたらいいんだろう、全然わかんない。水いっぱい飲みたいと思って買ってみましたが、作んないとだね。買ったのはいいけどまだ作ってないので
そうブリタ有名ですか、ブリタってやっぱり。そもそもまず浄水器自体洗ってないんで洗ってみます。洗った方がいいよね一旦。本当に必要ないんじゃないかって思います。分かんないけど、でもやっぱ引っ越した時に言われたんだよね、ウォーターサーバーいりますかみたいな。私いるかもと思っていりますとか言っちゃったんだけど、断ってやっぱ大丈夫ですって言って、いらないからやめなさいって。たらいいんじゃないですか。これは電池が入ってるんですか。別に電池とかじゃない。本当に浄水器を買ったのが初めてで、冷蔵庫に置ける場所も作らないとだよね。浄水器って定期的に洗った方がいいんですか。まあ、あ、切れそう。あ、水が出てから。大変これ、めっちゃ向きむず。多分洗ってこの中に一回水溜めて、それを泡立てて、分かんない、何これが 100% なったらバイバイしていいってこと、分からん。全然わからんよ。ちゃんと説明書読まないと。あとこのろ過するやつが何ヶ月持つのかわかんないと。あ、2ヶ月なんだ。覚えとけばいいんだね自分で。これをなんか何これ、これだけでいいの？
できてなかったら意味ないよね。なんか一旦この中に入れて泡がどうたらこうたらみたいな、合ってんのかな、誰か知ってる人して、あ、なんか3回目から使えるって書かれてたんだよね。できてんのかな、これで。説明書ちゃんと読まないと。これも寝てる。あー、ちょっとお腹空いてきたかもしれない。でかー、なんかサイトじゃないとないみたいな。あ、でも合ってる。合ってる、合ってます。この水ろ過するまでが長い。じゃあここにしまいました。じゃあこれをもう一回捨てるじゃん。捨ててもう一回水入れたら、また捨てるんでしょ。長長すぎ。何食べよう。もう運転もあるわ。何
と思いますか？ポトフかな、やっぱ。これを私ちょっとじゃあめっちゃ日常的な配信するね。こういうのを詰め替えます。詰め替えます。うわ、全部は開けすぎたかもしれない。バカだ。いけた。やっと詰め替えた。やっと詰め替えました。でもさ、シールとか貼らないと分かんなさそう。こんな一周でいいの？これコンソメ。全部詰め替えたいけどちょっと。もういいのかな？それはバカ。はい、できた。ちゃんと押さえないといけないのに私が押さえなかったから。できた。でもこれ押せばいいんだよね。私の水はもう生きていきます。もうポトフだけじゃ絶対お腹膨れないけど、一旦ポトフ作ろうかな。一旦ね。
でも冷凍ご飯とかはある。人参一旦一本でいいか。もうちっちゃいの2つ。玉ねぎは大きいのを半分に切ります。あ、普通にお腹空いたわ。いい、どうにかしちゃってるね。あとじゃがいもにアホみたいに土がついてる。ピーラーで皮を剥きます。うん、でもどうせ夜中食べちゃうくらいだったら今食べときたいよね。炊き込みご飯の冷凍があるから、それと何かお肉ちょっと焼こうかな。目はちゃんと切ります。豚肉がね、余ってるんだよね。でもちゃんと自炊しようと思ったあたり偉い。偉すぎ太郎だよね。この時期って野菜何が安いんですか？人参1個じゃ少ないかな。少なそう。あー、白菜は安いね絶対に。
対に安いじゃん。何これ推し活ポイントって。冷たい玉ねぎ。どういうイベントこれは。玉ねぎ本当に冷凍なんですけど、どういうこと。冷た冷た。冷蔵庫がめっちゃ冷え切っちゃってるんだろうね。あ、タグ入れるってやつね。よし、まずは玉ねぎを切ります。人参も切ります。野菜は本当に乱切りで適当で大丈夫です。で、じゃがいもの芽を取ります。セーターマジで何言おうかなっていつもなっちゃうんですけど、どうしたらいいですかね。私本当に何にも喋れないから、しかもすごい恥ずかしいな。本当に苦手なんだよね。
ておくのもちょっと恥ずかしいなって、なんか簡単には決めとくけど、なんかそんながっつり決めはしないかなっていう感じではあります。何を言う、なんだっけ、私21歳の年、火つけてちょっと油入れます。しめじも入れるの忘れないようにしないと、忘れそう、このままいったら。20歳から20歳から21歳の年だもんね。いやでも私はそんな上手なこと喋れないから、みんなを泣かせることはきっとできないだろう。で、温まった先にじゃがいもと人参だけちょっとだけ炒めます。炒め物ですら美味しそうだもんね。
きのこは冷凍するとねいいというので冷凍しておきました。そして玉ねぎも入れます。なんか入れる順番下手くそじゃねって思ったら言ってください。マジで具だくさん。で、ここにちょっと塩コショウを振ります。ね、ベーコンの油がまた美味しいんじゃないでしょうか。家でチーズフォンデュってできるものなのかな。チーズフォンデュやりたい。できるか。皆さんチーズフォンデュは何が好きですか？具材入れるとしたら。ポトフって何入れたら美味しくなるんだろう。わかる人。なんかさ、エリンギとか美味しそうじゃない？そんなことない？ベーコンも美味しいね。エリンギ美味しそうじゃないですか？そんなことない？うちが通ってきたのでここでお水を入れます。ただお水を入れたところにコンソメ入れます。アスパラもいいね。ポトフって何入れたら美味しいんですか？あの調味料。
それだけ？コンソメ足りるかな？塩を入れた。コンソメどんくらいいったらいいか分かんない。すごい。OK。ポトフは割といいんではないか。これで。蓋をして煮込みます。カレー粉は入れんやろ。したら、ご飯どうしようかな。豚バラが余ってる。ちょっと冷凍庫に移すのと焼くのと分けます。めっちゃ大きいじゃんこの豚バラ。何ができますか？豚バラカルビだって。でもこれ普通の豚バラじゃないね。豚バラカルビだって。めっちゃあるわ。どうしようかな。なんかネギダレ作ってちょっと丼にしようかな。だいぶいっぱいになっちゃうんだけど。これってお肉同士がくっつかない方法とかってないんですか？ないか。冷凍するときにない。油は多いと思う。なんかこのまま入れればいいか。小分けにすればよかったかな。なんかもう面倒くさかった。
和牛をお肉にして、次に煮立て作ろうかな。ネギは冷凍してあります。温めます。1分くらい。そしたらお肉焼きます。油は引かなくて良さそうなので、このまま焼いていきます。全然中なんか丼物とポトフってあれかな、変かな。でもう9時になっちゃう。そんなそんなで9時になりますね。そうなんだよね、料理ってやっぱ結局時間かかるものなのよ。それは手早く料理できる人なんて本当に良かったから、ね、お肉絶対少ないわ。そう、明日一部からなの。だから早めに寝ないといけない。マジで早起き。ここにごま油、ネギにごま油、醤油、ちょっとニンニクと鶏ガラさん、鶏ガラさん、
ちょっといいんですね。もうニンニクいっぱい食べちゃったから。でもこのお肉でも普通にサムギョプサルできそう。今度はサムギョプサルだな。またこれ混ぜて、ここに塩コショウちょっと、なんかでも温かいものを作るようになって冬だなって感じる。豚肉がこんな感じで焼き色がついたら、この作ったネギダレをちょっと試食してみる。うん、このネギダレをかけます、お肉に。でも火切っちゃう。油飛びそう。多分飛んでる。切っちゃっていいですよね。ただもう余熱で自然と合わさるので、タレとお肉が。できた。それはもうポトフもでもだいぶグツグツしていい感じなので、どんぶりっぽいお皿にご飯を移しまして、油飛んだかなエプロンしろよって感じで。したらこの上に豚肉を乗せます。綺麗に盛り付けてみた。あんまり普段盛り付け心がけないけど。
ちゃんとご飯作っちゃったな。全然ポトフだけの感じでいたのに。まあちょっとカロリー高いかもしれない普通にね。はい、豚丼完成。ちゃんと作っちゃった。洗い物も全然進んでないっていうね。ポトフも美味しそう。いい奥さんなるかな。パセリとかあったらいいんだろうけどね。ないんで。ブラックペッパーで代用。ポトフ全然見えない。よし食べようっと。なんかちょっと珍しく自炊した。見て、豚丼めっちゃ美味しそうだから乗せよう。本当に私の机の上が映えない。単純に何これ。よし、ではいただきます。ちゃんと作っちゃったし、ちゃんともう9時じゃん。いただきます。では豚丼から。3日間くらい豚肉食べてる。うん、実はこの豚丼初めて作った。ちなみにレシピも自分です。うん、ご飯進む。豚肉美味しいもんね。ポトフは絶対熱い。味見してないけど大丈夫かな。なんか自分で食べるものは作れるんだけどね、おしゃれなもの作れないから。美味しい。熱っ。ちょっと煮込みすぎた。熱っ。
熱い、ただ美味しい。ご飯がでもやっぱすごい冷凍味を感じる。でも美味しい。このネギ塩にそのレモンかけたい人もいると思う。美味しい、レモンかけても。牛タンを食べる感覚と一緒。レモンかけても美味しいね、これ。私のかけようかなって思ってきたからレモン持ってくる。ポッカレモンちょっとかけます。レモンも買わないと。絶対美味しいよね。うん、うん、美味しい。うん、うん。暑すぎて。熱すぎて飲めない、スープが。美味しいです。
自炊しない日はしない。全然全然外食が多いです。外食、コンビニ、ウーバーも全然します。けど毎日調理もしてなかったら余計に料理しないだろうなって。ショールームに感謝です。毎日自炊はね、ちょっとできないね。でもそろそろスーパーのおかず頼ってみたいって。あんま頼ったことなくて、なんかお惣菜屋さんとか、んデパ地下の美味しいお惣菜とか買ってみたい。多分ポトフは明日の方が美味しいです。味しみて。うん、ね、大丸の地下とかめっちゃ人いそうじゃない。でもめっちゃ人いそう。胃もたれしてくる。やっぱこの油が多いから。東京駅っていつも混雑してるよね。私がついつい買いすぎちゃうのはパン屋さんかも。パン屋さん行ったらめっちゃ買っちゃうかな。え、わかる？パン屋さんめっちゃ買っちゃう。パン屋さんずるい。
暑。ポトフマジで進まない。でもそれこそミスドとかもそう、ミスドもついつい買いすぎちゃう。明日何着ようかな。ご飯は食べました。米粒ない。ポトフだけもうちょっと冷めたら飲もうかな。ということで明日のお話し会来るよって人いらっしゃいますか？なんか傷できてる。いる？うん。よろしくお願いします。まだ服決めてないんですけど。可愛い服着ますね。じゃあちょっとスープ飲んで洗い物して私はお風呂に入ります。ちょっと早いんですけど終わります。その辺ランキングを見ます。13位トニーさん、12位ひのちゃんの中心さん、11位 TK トンからとマークタイのナトリドンさん、10位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリドンさん、9位ケンセイマキシさん、8位リュウスタさん、7位サイトアットマークアインチさん、6位チューシーアットマーク超大森ナトリドンさん、5位アキヒコさん、4位ユキタアットマークナちゃん大好きナトリドンさん、3位トモヤスアットマークヤスオくん、2位ワイキアットマーク明日の話し会も楽しみよろしくさん、1位ロロさんです。ありがとうございました。ということで明日もよろしくお願いします。あと明後日まで再販が受付なので、ぜひ皆さんクリスマス年明け来てください。よろしくお願いします。それではおやすみなさーい。